お送りしましたのは、野村流古典音楽会でね、カジャデフをお送りいたしました。まあ、今日はですね、実は3月4日三振の日のですね、県で今日はゲストをお迎えしようということだったんですけども、昨晩、その方がですね、ちょっと急遽来れなくなりましたっていう連絡がありまして、今日は、昨日に引き続きこうルーチュユンタンジャということになってしまいましたけども、まあ三振の日のね、お話などを伝えようということだったもんですから、まあ前半ちょっとね、どこまで引っ張るか分かりませんけれども、三振の日のですね、イベントの告知などをやっていきたいなというふうに思っておりますのでね、まあお楽しみいただいている方々もいらっしゃるかと思いますのでね、まあ今回第19回のその三振の日、まあ三振の日といえばもうこの読谷のですね、大鳥ホールで行われる、ゆかる日、まさる日、三振の日ということでね、この文化センター大鳥ホールで行われるわけなんですけどもね、まあこれはアルビスさんがね、中継とかやってます、アルビスアイラジオでね、やってますから、もうかなり有名になっておりましてね、なんと全国もう世界中で一斉にこの午前、12時ね、お昼のですね12時もうちょうどになりますと、この、カジャデフ、ね、グジンフとも言ってますけどもね、この曲が、キユヌフクラシェアナウリジャナタティリという感じのね、コメント、歌が始まるわけなんですけどもね、それをこう三振一斉に弾くということで、まあ、これはもうまた面白いですよね。舞台にいる人だけじゃなくて、観客の皆さん方、大体700名ぐらいこう文化センター、この大鳥ホール入るわけなんですけどもね、700名余りの方々が、ね、こう一斉にこう会場で弾くわけですね、客席でも、うん、ですから当日ですね、3月4日の日、まあ、この日11時45分からスタートするわけなんですけどもね、特別ステージがまあ入りますが、もう本当に朝10時過ぎぐらいからね、三振の箱を持って、はあ、三振箱をですね持ってから、来られるお客さんがたくさんいらっしゃる、本当にすごいですね。で、まあ、この日ね、3月4日の日この大鳥ホールで行われるわけなんですけども、まあ残念ながら、整理券無料なんですけどね、入場整理券はですねもうすでに、もうすべてなくなってしまっているということでありましてね、これね実は当日でなくなるんですね。はい、ちょいびっくりでしたけどもね、私も、うん、まあ、この日、まあ、どういうスケジュールで行われるかということをあらかじめですね皆さんにご紹介しておきましょう。はい、第19回三振の日ですね、3月4日来週の金曜日なんですけども行われます。まあ、先ほど申し上げた通り12時0分ね、お昼の、うん、ちょうどこの、演奏がね、奉納演奏ということで、はい、行われます。これはもうね至る所で一斉に行われますのでね、 RBC さんもこう中継をあちこち入れながら、うん、行うということになってます。で、まあ、グジンフね、ありまして、まあ、踊りも一緒にやりながらということでね、ここは歌三振が、スタートするわけなんですけども、その後、ね、数々のね、ゲストを招いて、前川主健さんとか、ヨヘン、アイコさん、ヨナハトールさんなどをですね、お迎えして、こう、歌をね、かけながら、歌っていただきながらということで、この三振の日のイベントが、お昼12時からスタートするということでありまして、でまた1時になったらですね、また1時に、またグジンフもやるということでね、でそれも各国中継を結んだりとかもするということがありますのでね、いや素晴らしいですね。うん、まあこの三振が、まあ、読谷からねスタートしたということもありますのでね、この山内まさるさんのね、まあ、後ほどまた歌もねお届けしようと思いますけれども、赤インコのねなんか 歌の始まりやとかなんかありますよね。そういう文句をね、やりながらということでね、歌いながらこの赤インコの日を、三振の日をね、演じていくということでありまして、まあこれが1時2時ね、3時4時と、そして、最後夜8時まで演奏が行われてですね、9時に終了すると。まあ、最後はですね、神谷浩一さんとか、玉木和美さん、デイゴ娘さん方がご出演いただいて、9時までに終了するというすごいイベントなんですけどね、もう本当にこう9時間の、もう超ロングライベントということもありましてね、その中では2部では、読谷村のね、文化協会の皆さん方もご出演いただくというふうな内容になっております。うん、本当にすごいです。で、また、同時にね、私たち読谷の祖母の
赤インクの方でも、はい、イベントが開催されるということもありまして、赤インクの方ではですね、同じ今12時にこう赤インク奉納演奏が行われるわけなんですけどもね、はい、うんな節からくち節とかね、行われまして、文化協会長古源宗彦さんの挨拶とか、それから踊りとかもねございますが、12時45分からはですね、古源小学校の、はい、三線クラブのね皆さん方が、奉納演奏を行うということもありましてですね、まあ、これはお昼1時までの約1時間ぐらいなんですけどもね、赤インク奉納演奏ということでね、そちらの方も、まあ、歩谷の人にとってはちょっと見逃せないかなと、ね、いい感じがいたします。はい、またこの子供たちにとってはね、このなんていうんですか、三線の日がこう、赤インクね、読谷からこう誇れる三線であるということでね、そういう意味では子供たちの演奏がまたさらにねこう歴史をこう文化継承されているというような感じがいたしますね。ぜひもうねよろしければぜひ、ね、見に行ってほしいなと思いますけど、私はちょっとね今回行けなくてね、とても残念なんですけどもね、ぜひもう行きたかったんですけど、まあ、次回来年期待してですねやっていきたいなというふうに思っております。また数々にねこの三線の日を、かけていろんなこうイベントもね、出るということでありまして、かりゆしさんの方ではね、三線の日のイベントとしてですね、冷え見勝ち、S1 大賞みたいなね、三線ナンバーワン大賞という出演者も、募集してたということもありましてね、そういうイベントも那覇の方でもね、開催される予定になっております。まあ、この日はねいろんなイベントがありますのでね、お楽しみいただけるのではないかなと思います。さあそれではですね、一旦コマーシャルをお届けして、山内雅晴さんのね赤インク、曲をね一曲お届けしたいと思います。お楽しみください。それでは一旦コマーシャルです。お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。一曲お届けします。山内雅晴さんで赤い肉。
い、お送りしましたのは山内雅治さんで赤インクお届けしました。さあお送りしておりますインタンチャ出番ですよ。今日はねゲストがいないということだったんですけど、急遽またお客様がお見えになりましたので、まあ、先にね来てますから一応まあご紹介をしながらですね番組進めてまいりたいと思います。もうかなり、久々のとどれくらいぶりなんだろうか、それをすらもですね、忘れてしまったんですけども、この方です、どうぞ。 Hello everybody, hello よみたん、元気？懐かしい声ですね。CM ではよく聞いてますけど。ありがとうございます。本当にご無沙汰してます。ね、ちょっとね。シルビアさんです。はい、シルビアです。読谷の皆さん元気かな？本当ですよ。みんな、最近、シルビアアミーらしがってみんな言ってますよ。そうなんですよ。ちょっとね、個人でちょっと病気をしてしまったので、でもまあ相変わらず。ね、いつも通りに明るく振る舞ってますけど、はい、でね、読谷中のおかげで、スーパー行ってもどこ行ってもこう声かけてくれるので、本当にもう感謝してます。本当に読谷の、ちょこっとスターですからね。はい、何そのちょこっとスター、まあでもありがたく。ね、久々本当びっくりしました。ああもうシルビアさんだっていう感じでしたけどね。僕も今日はゲストがちょっとドタキャンだったので。あらま。それでもちょっと焦ってたもんですからね。皆さんすいませんね、そのゲストを楽しみにしていた方たち。いや今日は私で我慢してください、はい、ぜひまたお付き合いください、よろしくお願いいたします、はい、さあ今日はですね、しるべさん3月4日の日がね、はい、来週の金曜日になりまして、はい、それで今日はちょっと三振の日の PR をしようということで、はい、その日はもう読谷村でね、たくさんの方々がこう、先ほどオープニングでかけた、鍵屋で風ね、はい、それをね一挙にこう演奏されるというねイベントがあって、で海外でも同じ時刻に日本時間の、お昼12時ちょうどにですね一斉にこう弾くというイベントをやってる、ね、本当にすごいんですよ、まあ、それでね、そういうお話をお伝えしながら、それから、先ほどはこう読谷のね、歌い手であります山内雅治さんの赤インコっていうね歌がありました、その曲をね、はいはい、お届けさせていただきました、うん、そして、この時間もう一つお伝えしたいことがありましてですね、はい、実は清水さん、読谷にこう三振上がるのは、まあちこちたくさんあると思うんですけどね、はい、実は形状屋というね、うちのスポンサーでもありますけど、形状屋っていうのはですね、開く鍵の、まあ、屋敷の屋でね、形状屋という、まあ、形状っていうのはですね、昔こう琉球王朝時代に、はい、この王府からですね、うん、認められた、三振屋さん、それがですね、ちょっとなんかすごいですね、判子付きじゃないけど、そんなことです、そうそう、お墨付きね、お墨付き、判子付きじゃなくて、お墨付きでしょ、言いたかったのは言いたかったな、そう半分英語だから、もうシルビアさんの場合は、許してみんな、訳されると別迷惑に入ってくるんでね、お墨付きね、はい、お墨付き、その王様が認めた三線、いわゆる名器をね、作る三線屋さんが、まあ、形状というふうな三振を呼ぶわけなんですけどね、はい、まあ、要はこの音がね、夜が明けるような時のですね、暁をこうもう開くみたいな、それぐらいすごいこう、綺麗な音なんだというようなね思いで、まあ、このなんていうの、なんて言えばいいのかな、夜明けを告げる、うん、まあ、鐘の音のこの通るような素敵なこう音っていう、難しいでしょ、俺も難しいんだけどさ、深いですね、深い、うん、すごい、もうこう冷たいそのね空気、夜明けでね、夜が明けるよっていう時にカーンってなる、その音の響きずっとこう遠くまで聞こえていくような、はいはい、そういう音色をするんだよというようなことのね、まあ、意味らしいんですけどもね、じゃあでもそれが、うん、その3月4日に世界中で同じ時間にやるっていうのも素敵ですね、うん、なんかパシフィックオーシャン、太平洋、ね、そうパシフィックオーシャン太平洋を渡って、こうやってなんか、ああ素敵素敵、本当すごいですよね、うん、まあ、そのね形状屋さんがね読谷にありますのでね、はい、ぜひそういう、このお店の方にもねぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思いましてね、町田さんっていうねオーナーがやってますから、はい、もうこの三味線にはこういくつかこう種類とかがあってね、
その、全ての沖縄本来のね、形状のですね、はい、三線を作って販売もしておりますのでね、ちょこっとだけ、まあ、PR も入れとこうかなと思ってね。もちろん、いや素敵だと思います、うん、私あの友達に、うん、あの多分あの、ね、中谷社長も知ってると思うんですけど、はい、フィジャバイロンさんという、ね、はいはい、バイロンさん、あの、うん、あの本当に彼も、うん、あの三線に対しての愛情っていうのはすごくて、本当あの引っ越しをした時に、はい、あのま、友達がこうもうあの東京に移るっていう、そのグッドバイパーティーもあったんですけど、はいはいはい、シルビア、うん、沖縄ではね、うん、こんなお家で引っ越したりね、めでたい時があるときは、うん、こんな三線をなんていうの、うん、弾いて、うんうん、こう服を呼ぶんだよって言って、だから俺歌うからって言って歌ってくれたんですよ、はい、で当時その時、まあ、うちに、まあ、30名ぐらい来てたのかな、うんうん、もちろん私 の, その外国人の友達も来てて、はい、やっぱりねみんな感動してたんですよ。もちろんうちなぐちで歌ってるから、うんうん、何の歌かわからないかもしれないけどもう本当にあ こういうやり方でその、まあ、オープンハウスみたいな、はいはいはい、That's a もう beautiful tradition、 こういうのっていいねって言って、みんなもうすごい得した気分でお家帰って、うん、で私もやっぱりあなんか本当に服が来たんだっていう。なるほどね。やっぱこう我々もそうなんだけど、やっぱ聞いてる人もそうなんだね。やっぱりこう三線の音色っていうのは、うん、本当にこうちょっとなんていうのかな、癒されるね、うん、あの音テンテンテンっていうこの音はね、うん、あ本当にこうこの音が良ければ良いほど本当にこう癒されるなという感じがして、まあ、今回、まあ、我々ね、読谷の方がこの三線文化が発祥したところというふうに、はい、まあ、始祖である赤インコがね、いたということで言われてますから、そういう意味では読谷文化、の出発点と三線の ね大事にしていきたいですね。本当にぜひこう、アメリカのね、ルシンちゃんにも三線教えてくださいね。シルベさん、はい、シルベさんも三線やってたね。あの始めたんですよ、うん、ただちょっとねあの去年あのちょっと病気しちゃったもんで、うん、今お休み中なんですけど、かわいそうにクローゼットの中で私のこと待ってますよ、はい、コマーシャルです送りしておりますユンタンジャなんですよやっぱりね、今 CM 中にも話してましたけどね、あのネットをご覧の皆さん方がね、俺一人ってなった瞬間こうガタガタガタって少なくなってくるわけさ、ゲストがいないとあのユーストリームをね見てる人が、はい、でもシルビアさんが出たらさ今4名ぐらい入ってるわけね。全部シルビアの友達じゃない俺かわいそうそんなことないよ。いやいやいや、でもねありがとうございます。やっぱ声が聞こえるとね見たくなるわけよ、シルビア元気かなって。元気みんな、ネット多分アクセスするはずよ。ラジオ聞きながらさ、え今日のゲストシルビアやしやって、チャールトゲやヨーガルトゲやと思ってね。ごめん。本当にさ、私ってしぶといなって思うぐらい、普通ちょっと病気するとさ、うんうん、ちょっと痩せてもいいんじゃない？でもやっぱりこのがっちり体型。まあそれは別として、はい、次に行きましょう。行きましょうね。はい。俺どうフォローしようかなと思って。はい、さあそれではですね、今、はい、この週末もねいろんなイベントが読谷の方で行われて、はい、うん、まあ、まさにこう文化、読谷のね、
文化誇る読谷村の本当にイメージアップになるような感じがするわけなんですけども、はい、この週末26、27日読谷八千文市がですね開催されます。八千文市、私大好き焼き物、うん、大好き大好き、ね、これがですねもう本当にこう毎回行われる、今回18回、うん、たくさんの、皆さん方がですね、工房の皆さん方が、ご協力いただいて行われるわけなんですけども、26、27日この週末土日にですね、午前9時から、午後7時まで残波岬憩いの広場の方で開催されますのでね、またですねこのチャリティーオークションとかあって、うん、で展示即売自体も本当にこう2割から5割引きの、はい、あの商品もたくさんあるということで、もうとにかく全島から内地からも来るみたいですよ。あでもこれは例えば、うん、まあ、シルビアのねその外国人の友達とかがやっぱり沖縄のことを知りたいって言って私がランチに連れて行くと必ずそういう八千文の、はい、あのなんていうのかな、あの素晴らしさを見てほしいので、うん、いろんなとこ連れてってあげるのね。本当、そしたらみんなやっぱりフォールインラブするんですよ、うん、フォールインラブ、フォールインラブどっか、お笑いで聞いた覚えがある英語ですね。フォールインラブね、うん、はいはい、だってやっぱりもちろんね、例えば、うん、あのうちなんちゅがアメリカとかヨーロッパ行ったら、はいはい、ウェッジウッドとか あそこの、 あのなんていうの、確かにね、うん、あのグラス、うん、あのレッドグラスとかっていうクリスタルの見たら、そうそうそう、ね、ちょっと安さと思うさね、うん、でもそれと逆に、うん、やっぱりそのアメリカ人とか外国人の方がここ来ると、うん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 、そのやっぱり読谷のこの焼き物見たら、はい、みんな感動するんですよ。本当だ。でやっぱりさ、あの私もたまにホームパーティーとかね、うんうんうん、やると、うん、そういうのに、うん、本当に何かをこうやるじゃない、うん、もうそれこそ、まあ、アメリカ読んだらスパゲッティとか、うん、そのサラダとか、うん、だって普通の例えば日本のファミリーでは、うん、盛らないようなものを持っても、ね、うん、とっても映えるわけ。あ、そうなの。そうで、みんなやっぱり Oh my gosh, it's beautiful とか、で私あの本当に冗談抜きに、うんうん、あのお茶ごあいれる、なんていうのかな、お茶ごあいれるコップなんて、ね、日本語で何だったっけ、何あの湯飲み、ね、湯飲み、うん、湯飲みとかあんなのさいっぱいあるわけうんうん、うん、このうちなのね、そうそうそう、であれにお客さん来た時に、うん、あいやどうしよう出すもんがないさって言ったら、うんうん、もうあれにピーナッツとかチョコレートとかバナナ入れてしたらさ、うん、もうみんなわかる、ごちそうだと思うOh my gosh, it's beautiful みたいな感じでいつものスナックなんだけど、そう、ああいう焼き物に入れることによってなんかすごいごちそうに見える、もう格が上がるわけ。なるほどね。でも、まあ、私はもちろん花とかもそういうのに、うん、あのあのなんていう、だちだ、うちってさ段階があるわけ。なんですか段階。段階、例えば花買うでしょ、うん、でその花っていうのはその買った日から1週間ぐらいは持ってるじゃない。あ、だけど、はいはい、全部捨てたくない時ってあるじゃない、まだちっちゃい子が生きてる、少し枯れたりとかして、そうそうそう、覗けば大丈夫みたいな。だからキッチンに、うん、あのホスピスがあるんだなって、私花のホスピスが、はい、でそこにそのやっぱり綺麗なね、うんうんうん、やちむんの、まあ、あのいろんなの売ってるでしょ、うんうん、やっぱりそういうお酒を入れる とっくりっていうの、とっくり、うん、そういうのも私、うん、花瓶とかに使うんですよそしたらやっぱり、うん、みんなやっぱりね来ると、 Wow, it's so pretty, it's beautiful って言うのよ。へー、うん、なるほどね。でも我々はそういうあんまりなんかそういう花を生けたりとかどうだろう、沖縄人たちとかそういうの使ってるのかな。いや絶対やってると思う。だって、うん、読谷の町、うん、運転しててもさ、うんうん、あの庭に、うん、いろんな花咲いてるじゃない。本当に読谷中って、ね、うん、花が好きなんだな、そうそうそう、植木が好きなんだなと思うんだけど、うん、その本当になんていうのかな、ブーゲンビリアをチョキンって切っただけでもいいしあとハイビスカスがちょこんとその器に飾ってたら、はいはいはい、なんか even more beautiful。 なるほどね、うん、でも私大好きよ。だからみんなねぜひ行って、うんうん、あのそうだね、ね、うん、ぜひね、先ほど私ね、開催時間午前9時って書いてあったんで、よく見るとね10時って書いてます。失礼しました。みんな早く行ったら早く行った方がいい。でもね、うん、でも絶対早く行った方がいいよね、安いのをより早く買いますからね、うんうん、あのチャリティーオークションとかもね、あるということと、それからまたろくろ体験とかね、そういうのもあの実際できるということでありますのでね、ぜひ、ね、この週末ね、26、27日の週末土日、残波岬憩いの広場でですね、開催されます読谷八千文市、第18回にもなりますのでね、もうお客さんも多いと思います、はい、ぜひね、早い時間に足を運んでいただきたいなと思いますね、はい、読谷八千文市のお知らせでした。ありがとうございます、はい。
さあそれからですね、はいはい、まあ、どんどん続いていきますよ。続いていってください、はい、あまり聞かない情報もね入ってきておりましてね、私今日初めて知ったイベントがありましてね、あらま、明日26日やこれ読谷のね、うん、教育委員会の方の主催なんですけどもね、うん、これは講演会がねあるということであります、はい、子どもが生き生きする、大人がワクワクするコミュニケーションと題しましてですね、岸秀光さん、エグゼクティブコーチって書いてますけどね、この方はですねコーチングパラダイムシフトの第一人者として全国各地でコミュニケーションと人間関係や能力開発に関するあらゆる分野のセミナー講演研修会などを展開しているということでね、今回も子育て教育、子育てや家庭教育、それから保育や学校、職場、はい、地域活動と幅広く活かせるスキルを、体感させていただけるということであります。あら、うん、まあ、私たちを取り巻く社会はですね、全て人との関わり合いによって成り立っているということがありましてですね、家庭生活、学校生活、職場、地域活動、もういろんなところでこう相手と触れ合うわけなんですけどもね、はい、まあ、心も体も軽やかにですね、結果を作り出すためにはどうしたらいいのかということで、今回はパラダイム、パラダイムって日本語でなんていうの、パラダイムちょっと難しいですね。パラダイムの転換とかなんかよく言うんだけどね、あんまり意味がわからないね。こういうのちゃんと日本語で綺麗に伝えてくれればもっとコミュニケーション取れると思うんだけどね。まあ、まあ、こんなことって怒られるね、僕は。怒られますね、本当に。 PR してるのに。でも、まあ、これの何、うん、メインのトピックは、はい、その子供が生き生きする、大人が、要するに子供と大人のコミュニケーションを、うん、あ、でもこれね、読谷村に住んでるファミリー、うん、だって読谷村のすごいユニークなところって、うん、あのなんていうんだろうな、ママパパ子供、うん、あるいは子供たちではなくて、うん、ここは、うん、おじいおばあが関わってたりとか、おばさんとかおじさんとか、あるいは、ね、ママのドゥシゴアが迎えに来るとか、うん、そういった素敵ななんていうのかな、あね、あのエンバイロメント、なるほど。いや、私これって、うん、うちのあの子供、特に読谷の子供、うん、本当に幸せだと思う。あ、そうか。そうだって、やっぱりあの、ね、私はその、まあ、あの前普天間にあったキングスクールで卒業して、うんうんうん、卒業生が当時21名しかいなかったんですよ、はいはいはい、で世界中バラバラいるんですけど、やっぱりみんなが、うん、沖縄恋しいなって思う一つのことは、うん、やっぱりね、家族愛、友達愛なんですよ。あ、そう、うん、やっぱりすぐ電話をして、うん、ごめん今日わからん、マナミ迎えに行けんから、うん、お願いだから行ってくれるって言ったら、ああああ、多分うちのあの人っていうのは一、うん、人だけじゃなくて、うん、一つの手で数える誰かがいると思うわけ、うんうん、特に読谷は、はいはいはい、でそれって、うん、とても幸せなことだと思うんですよ、ね。まあ、それこそがそのコミュニティの力、コミュニティ力っていうか、うん、まあ、地域力だよね。もう absolutely、うんうん、本当に思います。だから彼のちょっと興味があるわ、うん、ね、うん、ぜひね、2月の26日明日土曜日ですが、午後3時から午後6時まで読谷村文化センター講座室 AB でね、まあ、FM 読谷のすぐね、はい、この廊下向かいになりますけどもね、そちらの方で開催されます。まあ、参加費がお一人500円ということでね、定員100名です。お電話でお申し込みいただきたいということであります。教育委員会障害学習課担当義母さんの方までよろしくお願いいたします。電話番号が 982-9231982-9231までよろしくお願いをしたいと思います。子供が生き生きする、大人がワクワクするコミュニケーションということで、岸秀光さんの講師で行われます。ぜひね、子育て、家庭教育、学校、職場、ね、地域の中でのコミュニケーションスキルを体験していただきたいと思います。はい、エンジョイしてきてください。はい、というわけでありまして、ちょこっと、インフォメーション、3月2日水曜日にね、はい、やろうよ献血ということでね、読谷村役場玄関前で10時から4時30分まで献血者が参ります。よろしくお願いいたします。はい、私ね、うん、残念ながら献血できない人なんです。なんで？いつも貧血で出てくるんですよ。あれ、そうだけど。え、お願い。ごめんごめん、はい、すみません。そうなのよね、はい、自分ではなんでこんなに元気なのにと思うんだけど、もう大体やろうとしたら、もう必ずアニーメっていう、まあ、貧血ってアニーミアっていうんですけど、うん、ちょっとボーダーライン、ボーダーラインだから、あ、うん、次来てくださいって言って、これを言い続けられて、もううん十年経つんですけど、だけどやっぱりそれやってる、うん、しょっちゅうやってる人、はいはいはい、本当に、偉いなって思うんですよ、うん。まあ、やってる人もね、偉いなって言われるためにやってないのは分かるんだけど、そうだね、うん、やっぱりこういろんな事故とか、うん、いろんなやっぱりそういう血液が必要な人のことを考えると、やっぱりそうやって毎回やってくれる人がいないとできないわけでしょ、うん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 、手術とかね、うん、そうです、そうです。だから本当に感謝してます、うん。だから元気な人は言って、私はね、まあ、時折やってるんですよ。本当、はい、血はね抜いた方がいいということでね言われて、血の毛が多いって言われて
まあそれはどうか分かってませんけどね、ほんまかいなみたいな、うん、まあ、時折はね、足運んで、最近はもうこう、血を抜くときにね勝負するんですよ、うん、機械と。なんでよ。あれ血を抜くとき機械がこうね、あの上下にこう振りながらね、はいはい、要はこう血を吸い取ってるわけだ。これにこれ勝とうとしてね、こう力握りしめたりしたら、途中看護婦さんがね、中曽根さんあまり強く握らなくても自然に出ていきますから大丈夫ですよって言われて、意地パー出してからさ、早く出そうと思って。でも怖いよ、こんな人血がバーって出たらどうするから。看護婦さん超迷惑。もうあの FM の中のそのサインよって。でもね、うん、皆さんはそんなことせずにですね、そうそう、リラックスして、本当にそうそうそう、いい血が出るように、いい血が出るように。そうそうそう、悪い血出るのかな、こんな人。出ないですよ、大丈夫ですよ。まあ、でもあんなしてさ、ハエハエしてストレスごわ出してやる血よりは、うん、リラックスして血 も、ね、うん、血もやっぱりね。で、まあ、ちょっと血の気持ち聞いたことないんですけど、まあ、皆さん、はい、あの頑張って、そうですね、あのぜひ協力してください、協力していただきたいと思います。はい、3月の2日、午前10時から、夕方4時30分まで海田村役場玄関前で行われますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そして、もう一つですね、はい、紹介したいと思います。はいはい、3月の6日、半座公演ということでね、はい、なみら公民館にて、これ日が座といってですね、日が座、はいはい、これ毎回やってるのかな、まあ、主催が読谷優雅の会ということで、半座くつぶち会というところがね、はい、やってるわけなんですけどもね、まあ、あの歌劇、帽子熊とかですね、そういうものを、まあ、開催されるということで、午後2時から、なみら公民館で行われますのでね、半座公演という、これ第何回って書いてるか、多分初めての公演なんだろうね。もう、うん、演劇集団、この日が座っていうところでね、たくさんの方々がこの歌劇をね、上演してるということありますので、ぜひそちらもね、詳しいお問い合わせは沖縄歴史、ごめんなさい、読谷村、沖縄じゃない、読谷村立歴史民族資料館、はい、958-3141までよろしくお願いをしたいと思います。シルビア、実は波平ん中になったのよ。うそ、ん、本当よ。あちこちあんた引っ越しして、そういろいろなね、ちょっと半座についた、あの読谷一旦出て、でもやっぱり離れられなかった。あでしょう、うん、やっぱり、あやっぱりなと思って、で読谷村長代わりに僕がお礼申し上げます。だから出戻り娘みたいな感じだね。あの別に皆さん離婚とかそんなしたわけじゃないんですよ。あ、それちゃんと言っとかないと、うん、そうそうそう、シルビアよ大変さ、ね、みたいな、先見らんかったんですよ。違う違う、いやうちと夫人やんどって言われたらどうする。困る困る。はい、ちゃんとね、そうそう、ナミヒランチになって離婚もせずに、あの主人も、うん、あの亭主元気で、留守、あ、留守ではないけど子供たちも元気でナミヒランチになって、そうですか。あ、じゃあこれもし時間があったらね、また子供たちを見せてみたらねえ、なんかかもしれないんでもね、うん、短編芝居ということありますのでね、短編芝居、はい、短いこう芝居をね、はい、いくつもいろんな芝居をやるということでね、行われますので、3月6日日曜日午後2時から来週ですね、行われますので、半座公演、日傘による半座公演ね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、さあ、なわけでね、情報満載でお届けしておりますけど、本当にこう久々のルーチユンタンジャだったんですけど、今日はシルビアユンタンジャになってしまいましたね。あら、まあ、ありがとうございます。はい、とても楽しく、エンディングまでよろしくお願いします。大丈夫ですか、時間は。あの、うん、もちろん、ありがとうございます。 With pleasure、ね、はい、よろしくお願いいたします。それではコマーシャルをお届けいたします。引き続きシルビアタイムです。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はシルビアウィズユンタンジャという感じでございましてね逆だね、ユンタンジャウィズシルビアだね。いや、どっちでもいいですよ、はい、というわけでね、今日はいきなりでしたけれどもね、シルビアさん、FM に遊びに来てもらいましたのでね、昨日も確かですね、私ルチユンタンジャだ、昨日はもともとルチユンタンジャだったんですけどね、はいはい、お客様がお見えになってたので、うん、30分からすぐまた入れて素敵なパターンですね。でもそこが FM ユミタンのいいところですよ、はい、うん、もう変わらずそういう風に、ね、オープンドアでいてください。そう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 、たくさんの人が出てもらいたいさ、うん、ね、喜んでいたけど本当に喜んでね、で帰られましたけどもね、嬉しかったです、ありがとうございます。今日はまたね、こんな素敵なお客様がお見えになられてありがとうございました。あら、まあ、ニフェデビルはい、というわけで最後に一つだけ、もう一つですね、はい、先ほど私がルーチユンタンジャって、オープニングで話したもんですから、うん、文化センターの係長が、湯の中係長がダッシュで来て、この前、ダッシュで、うん、この前足折ったのにね、ま、大丈夫か心配なんですけど走ってきて、これもお願いって言ってからですね、持ってきておりました。実は3月の12、13日にですね、はいはい、第16回文化祭、これは読谷村文化協会の主催で行われますけどね、これもねまたすごいんですよ。読谷村ってほらたくさんこう、この文化センターでこうなんかサークル活動されてるでしょ、はいはい、うん、その方々がこう、一堂になってね、いろんなこう発表会みたいなものをするわけだ、うん、例えばほら書道とか、はいはい、いけばなとかやってる方々はそこで展示をしたりとかね、そういう書道部会とかそういう方々が、文化協会の中にはいてね、でそれからまた、バレエティステージって題しまして舞台部門の方ではね、こととか大正ごと、それからユンタンザ歌の会とかさ、うん、また太極拳の同好会の皆さん方だったりとか、もうたくさんとにかく、いろんな、方々がねご出演いただくということで、はい、12日土曜日、これは午後6時からなんですけども、バラエティステージが行われます。あ、なんかちょっと読谷バージョンのレコード大賞みたいな感じ。あ、いいね、バラエティ、素敵素敵、うん、でまた13日日曜日にはね午後3時から古典芸能鑑賞会ということでね、こちらの方もまた幕開けからね、いろいろとたくさんこの舞踊などもありまして、読谷村内の各舞踊研究所の皆さん方が、うん、まあ、ご出演いただけるということでね、第16回文化祭が3月12、13の週末土日ですね、オープニングセレモニーは12日の土曜日の午前10時からということでありますのでね、またオープニングアトラクションで子どもたちによる演奏などもねあるということであります。詳しくはですね、読谷村文化協会事務局まで連絡をください。 982-9292、 982-9292 です。というわけでありまして、あ、今日はよく喋ったな。でも、はい、こんなにね、うん、なんかインフォメーションとアクティビティがある読谷村っていうのは、うん、そう思う、素敵ね、うん、最高ですよ。必ずなんかやってる、もう週末、週末そうだ読谷に行こうっていうタイトルでイベントをいろいろ我々もやってたんですけどね、本当にたくさんイベントがありますよ、うん、だからやっぱりここのなんていうの、うん、おじおばとか見たら、はい、うん、ああ絶対こんなおじおばになりたいなって思うもんあ、多分ね、あのうちなおばにはね、シルビアさんはね、なられてもうちなおじにはなれないよって言うけどそういう意味じゃないの、そういう意味じゃなくてね、すいませんね、うん、あ、おじおばになりたいって言うからおじにはなれないやつだけどなと思ったんですけど、うん、まあまあそれいいとして、そう、いや、あの、うん、アクティブにしてるからだと思うんですけど ね、まあ、ね、元気ですよ、うん、そうそうそう、本当にもう老人クラブの運動会、うん、恐ろしいよ、老人ねって言いたいぐらいよもうそういえば老人といえば、うん、私ほら、あのね、波平に引っ越したって言ったでしょ、子供たちが沖縄クリスチャンスクールに行ってるもんで、うん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 、元象の檻があったところの裏のガタガタ道を通って子供たちに迎えに行くんですよ、はい、ガタガタ道通ってガタガタ道、波平からだから、そうそうそう、はいはいはい、ちょっと坂のところに住んでるわけ、うんうんうん、でそこガタガタ道も一日何回も往復するのね、うんうん、したら必ず夕方に散歩してる、うんうん、この、 あのおじいとおばあのカップルがいるわけ、うん、ごめんねバラしてで犬はインゴは連れてから、うんうん、かわいい白い犬連れて、はいはい、2人で散歩するわけ、うん、そしたらさ、うん、この間犬が見えたけどこの2人が見えないわけ、したら道の横に、うん、なんか多分おじいが作ったんだはず、うん、石となんか板みたいなので2人用の椅子作ってあるわけ、はい、でそこでゆっくりしてるわけさでもう今はもうほらもちろん名前とかわからないけど、うんうんうん、毎日会うから、はい、私もはいみたいにしてあっちもこうウェーブしてくれるのね、うん、でもそういうの見たらもう本当素敵な街だなって思いますよ。なるほどね、まあお年寄りの方々にそういうこうロマンティックを求めるのはどうかなと思ってするんだけど、でもロマンティックなんだね。ロマンチックよ、私もおばあなったらおじいと一緒にあんなして散歩したいさ犬連れて、あ、そう、うん、
あなるほどね、うん、But anyways、まあ、OK, OK, OK、さておいて、まあ、はい、さておいてですけどもね、はいはい、まあ、エンディングとなりましてね、実はですね、もう皆さんに大変申し訳ないんですけれども、実はあの来週ですね、私があの1週間ちょっと海外出張でですね、おる、はい、この番組お休みになりましてですね、もう大変申し訳ありませんけども、ね、あら、ちょっと寂しいわね、たまに1日ぐらい休みとかはね、時折あったりするわけなんですけどもね、うん、今回はもう来週1週間ちょっとお休みということでね、まあ、あの番組の冒頭でお休みでありますよということはうちのスタッフがまあお声掛けすると思いますけれども、うん、実はあの JICA というね、あの国際協力の、はい、グループがあるのは皆さんもご存知だと思いますけども、うん、その JICA からのですね、はい、あのお声掛けで、あの実はあの東ティモールというところにですね、行くことになりまして、あの東ティモールってシルムさんご存知？もちろんもちろん、あの、まあ、ちょっと 何ヶ月か何年か前にこう沖縄日本の自衛隊がこう給油しに行くか行かないかとかね、そうそう、まあ、あの独立した、国でね、あの今まだ復興中ではあるわけなんですけども、はい、そういう国のためにか読谷村も、まあ、協力をしていこうと、あのこの国をね作るためにね、はいはい、読谷村のこの地域づくりみたいなものが、東ティモールには合うのではないのかなということで、まあ、2002年に独立した東ティモールを応援しようということでありまして、まあ、去年からそのプロジェクトがスタートしたわけなんですけどもね、はい、そんな中で、まあ、ちょっと、実は先日去年の、10月にこう向こうから東ティモールから、はい、まあ、国の専門家とかが、まあ、沖縄に来てね、うん、そこでちょっと講演やったきっかけ で今回私の方がですね、まあ、このラジオを通して地域づくりをするとか、また、このラジオを作ったのがあの村おこし塾というメンバーで作ったわけなんですけど、はい、そういう、村おこし塾とかでその会社を起こしているとかいうようなことをですね、まあ、東ティモールで向こうの国防省とか観光局とか、はいはい、そういう地域の、主たる皆さん方に今、お伝えしていこうということでですね、今この平和プロジェクト、スタートということで、まあ、今回私の方が日本から責任重大ですね、はい、本当に責任重大であるでしょ、でも、うん、very very important で、うん、とてもあの適していると思いますよ、はい、まあね、でこれはもちろんあの、うん、ティモールでも、うん、そのなんて言うんだろう、コミュニティラジオを通してっていうことで、うん、社長から学びたくて、そう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 ですよね、うん、そういうこともね、あの地域づくりをこう、うんうん、ラジオを通して、まあ、向こうにもあのコミュニティラジオ局があるわけですよ、はい、それはただ政治的な部分で作られている放送局なので、それをもっと民間がね、この FM タみたいに活用していこうと、そうすることによって政府と民間がね、我々とちょうど読谷村の役場と我々 民間のほらパーソナリティがこうやって情報を共有してるじゃないですか、それと同じようにそれを地域の方々に伝えていこうということをね、まあ、事例を通しながらやっていこうと思ってますので、ちょっと長い1週間になりますけどもね、月曜から金曜までちょっとね番組お休みになりますが、どうぞ皆さんねご理解とご協力のほどよろしくお願いをしたいと思います。それから、まあ、できるかどうかは分かりませんけれども、はい、金曜日最終日、来週の金曜日ぐらいに最終の日になるんですけどね、はいはい、その日に東ティモールからのですね中継もちょっとやってみようかなというふうにこの時間考えております、うん、まあ、向こうの、環境がどうかまだ分からないのでですね、うん、それもお伝えしながらやっていきたいなと思っております。あれ、ここで滑り込みですね、メールが入りました。滑り込み、はい、こんにちはシルビアさん、お久しぶりで、ネット見ております、タルガニーです、お元気そうで何よりです、インターンじゃ出番ですよ、パーソナリティ就任おめでとうございます。たくさんさん大変お疲れ様です。いえ、冗談さておき楽しい時間でしたよ、またゲストで割り込んでください、楽しみにしてますということで、 ありがとうございます。あら、タルガニーさん、あー、もうびっくり、ネット見てるということありがとうございます。はい、はい、来週シルベさん乗ってられてないか心配だな、これ休み中に、はい、あ、でもいいかもしれないね、まあ後でちょっと相談します。でも本当に、うん、あの頑張って、はい、ありがとうございます、ユンタンの風を持っていってください、はい、そうですね、うん、ユンタンじゃ出番ですよ、またシルベさんよろしくお願いします、はい、はいって言ったよ今。それではまた、再来週の月曜日になります。